ということで、はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。はい、始まりました、東京ホテイソンのめちゃくちゃです。ちょっとね、まあこれグダグダな、なんでかっていうと、うん、僕の調子が悪いです。まあそれだけなんですけれども、ですね、何ですか、何ですか。いや、小気味いい小ボケを挟むって感じですね。全然でしたね。ということで、今回、まあ何を言う、まあちょっと告知です。はい、ドタバタラジオが終わります。すいません、皆さん、いや見ていただいて、ドタバタラジオが終わります。いや、どうでもいいです。いや、あとはちょっと10回しかやってないです、まだ。いや、そんな、どうでも、誰もあんま見てないやつ。楽しみにしちゃった方もいらっしゃる。グダグダなね。はい、いや、まあ、10回しかまだやってないじゃん。いや、にして早いって。いや、もうね、ちょっと、いろいろね、ありまして、その、いろいろ聞かせてくれる。日曜日に毎週ね、ドタバタラジオ上げてたんですけれども、はい、まあ、1時間ほど撮ってたんですけれども、ちょっと、長いので、なるほどね。ドタバタラジオが。1日にこうね、まとめて撮らなくて、きゃダメだったりするわけですよ。はい、スケジュールがちょっと難しかったりして、それでちょっと週に3本動画を上げるっていうのは変えたくなくて、でそのドタバタラジオをする1時間で他の動画撮れるじゃないかということで、ちょっとドタバタラジオをやめます。ね、まあその時間の都合上ね、うん、まああんまり楽しみにしてる人はいないんですけども、そうです、毎回したよね。終わった理由はやっぱりそのグダグダすぎると、はいはいはい、やっぱそのマジで雑談ぐらいが良かったんですけど、はいはいはい、やっぱ映像で見たらひどいもんです。はい、そうですね。本当に喧嘩をする回なんて、もう見てられないです。あんなもんはダメです、クソです。やっぱりね、びっくりするぐらいね、ラジオだけ再生回数が低いので、やっぱグダグダすぎる。ちゃんとやっぱりトークするならトークする。そう、なのでちょっと代案としてね、新番組が始まります。新番組、はい、ドタバタラジオが終わりまして、終わりまして、新番組が始まります。はい、トークセッションという番組が、という番組が、どういう、嫌です。嫌だ。10分ほど我々がただただトークするという番組が始まります。いや、違います。短いだけじゃねえ。違う、動画が縦椅子から横机に変わるから、わかる？このカメラのこの、ああ、こういうことになるってことね。一回で分かってくれよ。ん？頼むぜ。頼むぜ。ということで、今のはね、ドタバタラジオなんですよ。そうですよ。これをもうなくそうと。なくそうと。ドタバタしてません。あたふたしてるだけなので。ドタバタもしなきゃダメですよ。あたふたはしちゃダメなので。なるほどね。なのでちょっとトークセッションというふうに変えまして。番組名変えませんか？はい、ね、トークセッション。なんか嫌だな。ダメです。うん、なんかないかな。爆笑面白トーク、それが一番ダメなんだよ。爆笑ってついちゃダメなんだよ。爆笑激烈、喋るたんび一文字ずつ客の顎全員ゲーンゲーン、笑いすぎてゲーンゲーン、もう治せない、病院も行けない、ゲーンゲーン、それぐらい笑っちゃった、笑いすぎて腹筋が痛い、腹筋6個に割れちゃうラジオってこと。いかがした。なんだ、ずっと変なことを。なんで病院行けないって、行きゃいいだろ、顎忘れたら。顎忘れたら別に病院行きゃいいだろ。笑いすぎて病院行けない、行きゃいいんだし。あ、そっか。いや、今のがドタバタラジオですよね。そうです。なのでそのちょっと普通に10分ぐらい、まあ、なんでもない話、そう、なんでもない話をするっていうのを月1でちょっと上げようかなと。あ、要は簡単に言うと質問ですよね。そう、なので皆さんから普通に僕らに聞きたい質問をいただいて、それを答える10分というか、を月1回。そうそうそう、ボケとかもそのなく、マジでただ喋るというか。いいえ、ボケありますよ。え、今のやっていい？え、なんか、ゲーゲー、病院行けない、腹筋が痛すぎてお腹が6個言われちゃったよ、バーンって、自分いらず、そんな番組やってみたい、面白い爆笑トーク、うん、笑っちゃって良きかな、東京テソンテのトーク、うん、面白すぎ、レイディオ、やっていい？何も言わない、手だけ出すわ、もう。そんな、長ったらしく。ダメだ、レイディオって。いや、でもそれはやめてください。それはもうドタバタラジオで終わりですから。なるほどね。そう。なので、皆さんから質問を募集します。真面目なやつ。そう、アドレスは、いつものアドレスに、まあ、多分この辺に出してください。はい、出てるはずです。はい、こちらに、皆さん送っていただければ、やりますので。
よければ皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、まあ、あと1個、まあ、まだ全然喋っていいですか。まあ、告知1個とどうしようかなと思ってるんだよね。何を YouTube を、うん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 、そうそう、だからマジの話、週3どうですか。週3、週3で上げてるでしょ。あ、今ね、うん、ちょっと頻度上げたいなとは思ってるのよ。あ、週4、5とか週4ぐらいだから、月曜日、水曜日、金曜日、日曜日、まあ、あの、上げれたら上げたいよね、うん、本当はね。だからどれぐらいの頻度を求めてるのか。はいはいはい、はい、そうなってくるとやっぱりその、なんていうの、攻めた企画がね、うんうん、できづらくなってくる、時間が取れるか。そうだから、そのやっぱりそのメントスコーラとかも上げたい、上げたいし、だからその俺は週3でいいと思う。週3でちゃんとしたものをお出しするっていう。なるほどね。そう、質より量、あ、量より質。でも俺はね、もう収録ぐらい上げたいんですよ。だから上げれるなら上げたいです、それは。じゃあ 毎日投稿してほしいっていう意見があった場合、うん、じゃあどういうことをすればいいのかなと思うんだよね。どういうことをしてほしいとかっていうね。ということで皆さん、あの、質問をぜひ受け付けます。質問大事ですよね。はい、うん、月1回、あ、質問大事ですよねっていやいやいや、あの、あんまり俺聞いたことないわ。俺さ、ちょっとまあいい雑談、なんか、あの、悩んでんだよな。何、こう、輝かしいさ、うん、なんていうの、情報番組とかバラエティ番組とかのさ、うん、時のさ、テンションの上げ方が難しいなって思ったから。確かにね。この前のあの岡山の番組でもさ、うん、俺いらなかったかな。うん、いらなかったね。俺がコメントするじゃん、それを追うように同じこと言うからあれ本当やめた方がいいと思う。あれ思ったんだよ、あの、邪魔でしかない、うん、その編集の人も大変だし。タケルが盛り上げるとボケたんですよ、うん、アシスタントの方がね、もうその料理を運ぶだけの人がいたの。 それに対してこう、なんか俺らがやや言うみたいな、何この人、何みたいな感じで。でも それってさ、もう1回やればいいじゃん。1、2回やればいいから、3、4回目ぐらいもう何も言うことないから、俺がボケたのね。そう、持ってきたら、ふーっつって、要はかわいいねみたいな、ミス立教の人だったから、ね、そうかわいいねーって盛り上げたんですよ。で、タケルがボケたら俺も突っ込まなくちゃいけないじゃないですか。そう、俺分かんなくて、ふーって言ったのよ。そう、ちょっと待って、あ、そのトーク違うって。違うよ、俺がふーって言った後にちっちゃい子でポッって言ったっていう方が面白いと思う。違う違う、てか話そうとして失敗してるわ。そのまあ質問をいただいたことに答えるので、ぜひ皆さん、聞きたいことにしましょうか。当たり前だろなんか質問なんだ、質問ってなんかざっくりしすぎる。いや、質問なんだから聞きたいことだろ。聞きたいこと、あの、うん、あの番組見ましたけど、あの時どうだったんですかとか。あと2人の何ですか、好きなものとか、ね、今ハマってる鬼滅の刃とかね、うんうん、それを月1喋らせていただこうと思うので、うん、よかったらぜひ皆さん質問の方、アドレスの方によろしくお願いいたします。ということで、ドタバタラジオは以上になります。皆さん今後ともよろしくお願いします。